さあ、慎太郎対マサル、ベスト4第1試合、まずは先頭マサル対、慎太郎のユン。さあ、先手はまずマサルがダッシュアで取っていく。もう一回投げていく。台足を壊していく、亀橋。赤風呂から亀橋に持っていく。しかし絶頂から一回目発動。中段からドーフス。ここは投げてダメージ的な安いか。ワンドロから中大波動陣内。さあ置き攻めどうする。小足3回でまず1本目はマサルの剣。さあ空中で取ってる。立ち回りは若干マサルが乗ってるか。EX サクラが空中で挟まる。そして遅らせ中大波動陣内。後剣からどうする。投げが入る。中段が入る。マサル剣つって、もういいよ。チーム2人目はジットのユンが登場。レジェンドの方向、ここからレジェンドが続きますよ。さあ1本目。さあ打撃が不正になってる。レジはもう7割以上止まっている。大激中から、しかしマサルがすぐにひっくり返す。中足から発動、ワンプロ勝利で返す。どうする。おっと、ここはちょっと横だったか。リットがしっかりとコンボを決めて撤収モードか。取る取る。しかしマサルのプレッシャーがあるが、うわ、ここはうまい。中足から追い打ちを入れていく。そして2回目発動。トークス投げで崩していく。しかしマサルがすぐに逆転か。微妙なところ。どうする。ここはニットが力強い。1本目はニットのユン。さあ投げが入って、ゲージまず1回目。どうする。小足から鉄さんまで連れていく。さあ画面端どうする。鉄さんから高い鉄章まで入る。ここでまで来るとニット鉄壁か。しかしマサルが投げていく。球場あるぞ。今日はあの上り大パンチが強いユン。2回目はその崩す。さあ下段から崩していく。鉄さんから絶勝入って連続雷撃手。ニットが手堅くスペジェが無視される。さあさあ呪法は誰が出るか。ニットに対して、さあヤックンがちょっと泣きそう。さあニットの予想ではバナオ、予想通りバナオが席につく。さあラオウがバナオがいけるかなとは任せろと思っているな。さあ呪法戦バナオ対ニット。第2戦ではバナオが完封しているところだが、ニットも今日はちょっと往年の動きが戻ってきてる。おお、我慢している。超満タゲとかないでしょう。そして1回目発動。さあめくり雷撃手で崩す。鉄さんから絶勝入れて、もう1回前方転身。そして今日はニットが乗っているのか。しかし上り中盤から、もうここリバーサルで発動。たまらず勝利の剣を打つがニットが手がない。今日のニットは強い。さあしかし前陣が溜まってる。雷帝はここからあるぞ。画面端を背負うとバナオペースになるか。しかし今日のニットも立ち回っている。いい投げ画面下 DX2 勝。強気で押し返す。中足から第2勝。ターゲットから発動していく。おっと、ここはこの位置か。前方転身乗ってるか。とどうする。
一刀の距離を通せない。コース、罠尾が一発を狙ってるが、しかし投げ入る。ニットが下がる。そして発動。ここは大キックをブロンキックしてる。ニットが2連勝。さあ、出演チーム3人目。わ、甲子園のチュンリーが登場。準備はいい。さあ、大盛り上がりだ。甲子園登場。さあ、八球まで落としていく。赤色かな。しかし、この上り台までは今日は水にヒットしてくる。しかし、赤色かな。八球追い上げ。しかし、おっと、どうなる？浦和割り10番からの接触が入った。ニットが強い。さあ、盛り上がってるのはニットチーム。チラシ接触が入って発動。前方転身崩していく。落とさない。ここは垂直ジャンプからコンボ決めて前方転身。さあ、熱弾から補正を切る。スイッチ上取られ投げ。ニットがノリノリで3連勝。さあ、解説はケースケーさんです。さあ、ヤックの言うがたまらず止めてきた。さあ、ここでソーシャンの意見を伺いしましょう。ソーシャン、ユンタユン、どっちよりですか？73でユンが言うですね。さあ、あんまり面白くなかったですね。さあ、そんなことを言ってるうちにヤックンの体力がない。ヤックンの体力がない。ニットが一瞬で D 勝ち。流れはニットなのか。レジェンドプレイヤーが今日は大活躍なのか。現役の意地を見せたいヤックン。しかし発動、崩していく。しかしヤックンここで発動、現役で崩していく。ちょっとこつらいか。しかし中キックから高い選手は入らない。別弾相打ち、 EX 別弾。さあ発動、ブロッキングしている。崩していく。ヤックンがどうする。絶勝で抜ける。小足絶勝。ヤックンがここは踏ん張る。さあ、ファイナルラウンド、日本はまずは先手を取るのか。発動、中盤に行かせない。前方転身、熱沢から2勝まで入る。しかし2回目、次はヤックンが発動するが、ニットを逃げていく。おっと、ここもちょっとコマンドミスか。さあ、強気でやっていく。発動したらヤックン展開が早すぎる。さあ、ダイパーから崩していく。見せるヤックン、投げていく。ヤックンが止める。意地を見せたヤックン。しかしニットが強かった。チームは3人目ですか。3人目、ヤックンに対して誰をかぶせるか。誰でる、スペジーが登場。さあ、3人目に登場スペジー。ヤックン対スペジー。さあ、前勝で無理やりガードを崩す。うわ、ブロッキングさせたからの前方転身。しかし昇竜拳、表前や昇竜拳。ヤックン、ここはたまらず圧倒していく。どう崩す、前方転身入って2勝から別弾、そして中盤2勝まで決めていく。距離を取る。ステージがゆっくりつまわれ詰める。ケージはあるぞ。しかし2回目だぞ。
バックジャンプ台突くから EX サード。さあ時間を稼いでいく。しかし大西が刺さる。投げ前の5人から千田選手。ここは読み勝ったヤックンが1本目の選手。こんなもん。さあステージでゲージが溜まっている。しかしここは中盤ターゲットで暴れていく。前出しはヤックンが見えていたが、下がってゲージを溜めていくが EX サードが引っかかる。 EX サードがもう一度引っかかる。さあこの距離ステージは得意気や距離だが、さあヤックンが崩していくが投げていく。さあステージが止めましたが、さあ表からの中大波動陣内ステージが取り返す。1対1ファイナルラウンド。どっちが先に崩していくか。さあステージが前へ出る。今一瞬見えている。ヤックは距離を取りたい。さあしかしここでゲージが溜まる。発動バックジャンプ。しかし高速移動ヤック見せる。大パンテツさんでゲージを溜めていく。さあもう一回溜まっていくか。2回目発動 EX 勝利が使ってしまうが追い打ち入らない。めくり上げ集が前方転身。大勝利の押し返す。かかとは地上くらいが。さあ射程圏内。ここは赤黒が出ないか。しかし手が入る。どうなる。ゲージ終わってね。ベジェが前ダッシュに対して中盤ターゲット。ヤックンがここは勝負強い。さあ4人目、そして笑えばいいよチームはここで4人目ですか。次が4人目に誰を出す。星は追いついている。さあ時間決まっちゃいますよ。ここで力丸が登場。たまらず止めに来たか。お互いのチームのポイントゲッターがここでぶつかり合う。4人目は力丸。まずはお互いゲージは欲しい。さあ投げていく。画面走りさと全勝ガードしている。さあ溜まるぞ。1回目の発動どう崩す。そしてどうさばきていくか。前方転身しっかり待っている。全勝入らないと。ここは溜まっていないが中鉄弾が当たる。そして発動どう崩す。移動投げでさばいていく。そして大キックから大逆転。一本目は力丸。舐められば負けよ。Prepare to strike now。 さあ二本目ダイバーが入る。しかしジャンプには移動投げが入る。投げていく。移動投げ大逆襲は許さない。発動をさせない。ここで発動。さあさばききるか。長板で落としていく。ここも抜けている。大板下がって力丸ペース。しかし少しだけ入って中継から発動崩していく。どうなる。鉄さんから打開全勝入って中足が入った。力丸が通る。ここは力丸が勝負強い。さあ声優チーム残るは3枚ですね。誰が出るか。さあ徳良か
カーソルが矢に上がってる。ズンリーをかぶせるにはやはりヤンか。トクラが登場。5枚目はトクラ。さあ5人目はトクラが登場。打撃者取ってね。赤風呂から現役。さあしかしソローランでこじ開ける。ボディレイトローザー読んでる。お宮状態から投げていく。投げていった。中盤で落とす。ここは抜けている。フードロー投げ入る。ワンブロから投げ。壊し逃げ、ソローダブれる。どうする？ゲージが欲しいか。足に決まるのゲージはもう1本半。ダイバーが入る。さあ、逆行が入る。EX スピニングバーだ。いきまるがここは落ち着いて1本目。投げが入って。さあ、じわしから大投入。めくり、上回りから、中盤。さあ、ビャッコで暴れを潰す。さあ、トクラが取り返す。しかし、ゲージは、ジンビーが2本。井戸投げ入る。スカシライ撃中にもう井戸投げ置いてある。EX ソローダが入る。垂直ジャンプは見ている。大統領さん、ドワシドワシからイエスソロ、わからない。さあ、ニュートラル投げ入って、画面端。どうなる？ここはジュラ小学生。終わるか？終わったー。リキマルは取り返す。コンボミスが響いたか。さあ残るは2枚、もう出るしかない。杉山のレクロ。JU チーム残り2枚、レクロ、杉山レクロ登場。飛び込みからバードまで入って、レクロの意地を見せてほしい。さあエルボーで画面端、得意の話か。おわっぱ、逃がさない。おわっと、ワンブロ投げ。赤ブロから投げて、エレクは逃さない。しかし体力はほぼ五分。どうなる？リキマルがゆっくりプレッシャーをかける。さあっと我慢できなかったか。おっと、怖っ。ライト入って、しかし投げていく。おっと、杉山が接戦を制す。一本目は杉山と前出しは誰が置いてある。この辺の反応され、さすがだが10番から確認でエレクが入る。うわ、赤風呂から投げ。いきまる落ち着いている。お互いまだゲージを貯めに行く。さあ歩き中足、攻撃戦まで入って、この場合はさすがにジュンピーが圧倒的有利なのか。さあゲージを稼ぎに行く。さあ中盤から、よーっと、ここは EX バード。リキマルが落ち着いている。さあファイナルラウンド、どうなる。お互い SA を当てたいぞ。
ここは八景宝玉が置いてある。大きい攻めどうする。無理はしない。たまらず霊力放出するが、さあゲージがない。大パンが刺していく。どうする。さあ白鶏のスカリにショーパン出てく。投げ抜ける。まだ分からないんじゃないか。これはどうなる。あーっと前ダッシュに白鶏が置いてある。リキマルがここは取る。さあ試合チーム大勝まで持っていった。さあ親友チーム最後の1枚は久しぶりに登場 RX。 動画を見せるか。力丸が手堅く勝つか。さあまずはお互いゲージを取りに行く。垂直ジャンプに対して中パンが置いてある。ああいうダメージの取り方がいやらしいが、さあブロッキングから第10タックルを決める。さあ壁が溜まっているが、攻撃性も溜まっている。さあ中パンがいやらしく置いてある。そして中足攻撃性弱足刻んでからのしゃがみ中パン。力丸が手堅い。さあマッチポイント。前出しから壊したく、これも抜けている。しゃがみチューパーの無理&垂直ジャンプを的確に潰していく。そして黙ったところに中足置いてあるが、しかしゲージがあればアレックスは分からないぞ。さあしゃがみくらいかな。投げに行かせない。下がって中足強く2回踏んで中パンが置いてある。こうなる通り厳しいか。しかしワンブローからどうする。おっと決めた。ちょっとハサミが変則だったが、 RX がここは根性を見せる。さあファイナルラウンド流れは変わるか。しかし力丸のゲージが溜まるぞ。おっとスピーバーは大打ち。あの中パンチがやらしい。移動投げがしっかり置いてある。そして中は小翼戦追い打ちからヘッドを見えている。抜けているがどうする。ゲージがあればユリアンは分からないぞ。ワンチャンを狙いたいが自動投げ。前出しから壊したくる。さあ相打ち。ジャンプ飛び込みに対してコパンを入れて力丸が七英雄を撃破。